人手と、禁煙な関係にある。柔軟な腕を足として使い、海底を張って移動する。人手のように移動に観測を使わないことが、特徴である。一般に、クモヒ人手類は、5本の細長い無地状の腕を持つ。腕の長さが60センチメートルに達する種類もある。クモヒ人手は、2種類の主要分岐群に分かれる。クモヒ人手目というもずる目である。 ほとんどのクモヒトデ類は、通常、人が訪れるような浅瀬では目にすることができない。しかし、クモヒトデ類は多様性の高い生物である。今日、約1500種類のクモヒトデ類が存在する。多くの種は、500メートル以上の深い海底にも生息する。クモヒトデ類は、極地から熱帯に至るすべての主要な海域で見つけることができる。海ゆり類。 ナマコ類、クモヒトデ類は500メートルよりも深い海洋底を支配していると言っても良い。テズルモズル類はさらに深海に分布している。クモヒトデ類は6000メートル以上の深海にも生息している。しかしながら、ちょっと不思議に思えるが、クモヒトデ類は旋回である。サンゴ礁においても重要な構成要素である。そこでは、彼らは、 岩の影や他の生物の内部にまで潜り込んで隠れている。2から3種類のクモヒトデ類は奇水にも耐えるが、これは他の極秘動物では例がないことである。クモヒトデの一種パレオコーマの化石の写真。中世代ジュラキ中期ライアス闘争のいわゆるヒトデ岩礁から算出したパレオコーマイーガートに。イングランドのドーセット州ブリッドポートさん。 岩石気質上の直径が9.5センチメートルある、完全な標本アステリサイツクモヒトデルイは、個性大オルドビスキ初期、つまり約5億年前に分岐したグループである。クモヒトデルイの英名であるブリトルスターという名前が、示す通り、化石は、脆く、バラバラになりやすい。他の極秘動物同様、クモヒトデズナの動物は、炭酸カルシウムの骨格を備えている。 クモヒトデルイの骨格は結合して装甲板のようになっている。他の極秘動物と同様、クモヒトデズナの生態構造にはかなり明確に5つの対象軸を持つ。中央の板に結合した5つの腕を持つ点において、その外形はヒトデズナによく似ている。しかしながら、クモヒトデルイでは腕と板がはっきり区別できる点が異なる。板には、 すべての内臓が含まれている。つまり、人手綱とは異なり、消化器官や生殖器官は腕には入っていない。口の周囲には5つの顎がある。顎に続いて短い食道があり、巨大な袋状で出口のない胃がそれに続く。胃はとても大きく、バンの背面側のほとんどを占めている。すべてのクモ人手類は腸と肛門を欠いている。 消化作用は胃に折り込まれた10個の農場部分で行われる。ガス交換と老廃物の排出には、専門で裏打ちされたバーセと呼ばれる別の液脳を用いる。生殖能は、パンの通常海底側の腹側部表面、腕と腕の基部の間に開口する。典型的なものでは10個の生殖能が存在し、それぞれの生殖能は胃の消化用の男交に並んでいる。 ほとんどの種は死有遺体である。番内の生殖腺は生殖脳に開口している。配偶子は生殖脳を通って自然に放出される。生殖脳の内部で幼生を育てる種類も多い。クモヒトデ類の対抗は他の極秘動物に比べひどく縮小している。神経系は蛮の部分の周囲に配置する主要神経管から構成されている。 各腕の基部で神経管は腕の先端に達する放射神経系につながっている。クモヒトデ類は構造としての目を備えてはいないが表皮に存在する受容体によって多少とも光を感知することができる。以下では腕について詳述する。バイオディダクによるとクモヒトデ目と幽霊もずる目のどちらも5つの長細い。 柔軟性のある無知のような腕を備えており、腕は最長6 0トルに達する。炭酸カルシウムの板でできたちょうど脊椎骨のように互いに連結し合った構造の腕骨が内部から腕を支えている。腕骨は球状の突起を手のひらがくるむ形の関節を備えており、筋肉によって制御されている。番と腕には 崩壊石の骨盤と、華奢なトゲが備わっている。手ずるもずる類は巨大であるが、構造は同様である。ただし、腕は何段階も分岐している。クモヒトデ類の観測は、一般に感覚器官として機能している。ヒトデ類のような形で、捕食のために用いることはない。水管系は、観測に至っている。 水管系には一般には一つの多項板があるが、それを持たない種もある。観測には、吸盤と観測便能が備わっていない。クモヒトデ類は、すべての腕が、同時に失われた場合を除き、急速に腕を再生できる。一部のトカゲが、捕食者の目を欺いて逃れるために自ら、尻尾を切り離す場合のように、クモヒトデ類も腕を切ることがある。 雲人では腕を使って移動する。人デとは異なり、観測は用いない。雲人では腕をくねらせることで極めて敏速に移動できる。腕にはかなりの柔軟性があり、蛇のような、もしくは漕ぐような動きができる。ほとんどの雲人手類は、不肉食性か、剣落物食性である。観測を用いて有機物の微粒子を口に運ぶ。 小さな甲殻類や柔らかい小動物を捕食することもある。テズルモズル類は特に懸濁物食に適応しており、粘膜で覆われたいくつにも分かれた腕でプランクトンやバクテリアを捕らえる。上の英語版原文への補足情報を以下に挙げる。ありがとうございます。